たいと思います。フェイスシールドがあるのでマスクを外させていただきます。今日の1分ではですが、まず最初にですね。昨日も取れました。j ゴスペルコンテスト九州決勝大会かなの？えっとですね。大事制度を作ってくださいましたので、それをまず見てみたいと思います。 ありがとうございました。えー、すぐに、ね、作ってくださって感謝をいたします。と一一位,位が2つあったんでですね、ジャンケンいたしましたら、まあ、ちょうどルメルが帰るところだったんですけど呼び止めて、えー、ジャンケンしていきましたらですね、えー、っとコサボクシと私でどちらもこのピースとルメルが1位で話してもやっぱりどっちも選べないということで、じゃあジャンケンしてもらおうといううになったんですけど。 ジャンケンはピースが圧倒的に勝ちました。<laughs> 3連勝ですね3勝0敗で <laughs> ご,ございましてで、まあ、ルミエルが自転枠に入ってあと3位のラ・原ヨハネと、まあ、親の名のりでは3位に入れるほど簡単ではないんですけどで4位が、えっと、ギブで5位がミラクルということになって、まあ、音源で参加された方ですね特にあの他府県から来てる方は、えっとまあ、ちょっと申し訳なかったんですけれども、まあ、それで私もここではなくて。 福岡と隣の部屋で最終進展をしたんですけども、えっと、そういう形になりましたのでぜひですね自転枠に4つ行きます全部で16かな5かな忘れたけど自転枠があるんですね全国でそのうち8が自転枠に入るんでその中に1つと言わずせめて2つできれば3つですねそしたらピースと合わせて3つから4つ行けますので3つ以上は白馬に行けるようにお祈りくださいそのいったチームが15位以内に入ってですね 来年1つでもあが増えるように今回みたいにじゃんけんしなくて済みますので <laughs> できなってほしいというふうに思います、えっとまあ、たくさんのチームが、ね、やっていまして、あのー、白馬が大好きな人もいますから白馬に行って本当に伝えたいと思っている人はたくさんいますのでそういう方々が行、ね、けるように1つでもあ、ね、ふが与えるように寄っていただければといううに思います、はい、それで、えっと、もう1つ、えっとですね、今日の聖書ってこんなに面白いを見ていただきたいのですその後、聖書からお話をしたいと思いますじゃあよろしくお願いします。 空を見上げて。天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせる。詩篇19編1節。天に帰った母が毎朝ベランダで洗濯物を干しながら、この詩篇を心の中で言っていたそうです。天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせる。朝ごとに空を見上げて。 神の偉大さをを思い、い感謝を捧げていたようです。母が年を取っても明るく困難な時にも笑顔でいれたのはこんなところに秘訣があったのかもしれません私たちも下を向いていた顔を上に向け空を見上げてみましょうそして言いましょう天は神の栄光を語り継げ大空は御手の技を告げ知らせると きっと天の父なる神様から、大きな愛と恵みが注がれてきて、感謝が溢れてくるようになります。笑顔が戻ってくるでしょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。はい、ありがとうございました。最初、その言葉で説教したかと思ったんですけど、ちょっと今日は主の祈りを導かれましたので、こちらですけれども、 まあ、いろんなことが人生にはありますけれども、えー、神が作られたものはいつも良いんですねだから本当に神様を見上げてですねそして神様を褒めたたいていただきたいといううに思いますあとあそれがさっきあのお礼を言ってませんでした母がねたくさん皆さんから恵みいただきましたし国別式で安式にあたっていろんな助けと祈りをいただきまして本当にありがとうございましたこれから感謝いたしますそれでは聖書に入っていきたいと思います今日ははルカのの章からですね、えー、中心は2節の 父を皆が埋められますように、御国が来ますようにお話したいと思いますが、一応一節からちょっと初めにお話をして、それからそこのことをお話したいと思います。さて、イエスはあるところで祈っておられた、その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに行ったと。イエス様祈っておられたので、祈るまで待っておられたわけですね。ぜ、ま、ひ、あ、緊急じゃない場合はです、ね、祈っておられたときは、その祈りが終わるまで待ってあげてほしいと思いますね。こう祈っているときにガッてこう、ね、なんか話すのじゃなくて、イエス様が祈のとき、弟子たちはイエス様祈るまで待って、それから話しかけました。 ヨハネが弟子たちに教えたように、私にも祈りを教えてください、ね。どう祈ったらいいんですか祈りを教えてほしいと言ったんですね。それに対して、イエス様が2節そこでイエスは彼らに言われた、祈る時にはこう言いなさいと言って教えたのが主の祈りです。で今日はまあルカのところなんでこの、まだちょっと違いますけども、ルカの方で父よ、父を皆が崇められますように、御国が来ますように、私の日ごとの糧を毎日お与えください。 私たちのをお許しください私も私たちにおい目のあるものを皆許します私をこのに合わせないでくださいとありますが今日はその冒頭部分主の祈りというのはとってもこれはあのコンパクトにまとまった非常にな中身の濃いというか的を得た祈りです、まあ、当たり前ですねエスイも教えたんだからでこの祈りはですねその意味を本当に知ってそれを心を込めて真剣に祈りますとこの祈りを通して神様の恵みを非常に受けることができますであのあの母がですね えっと大阪いた頃です、ね、あの私たちが行ったりなんかしますとね、まあ、最後に必ず、まあ、父もそうだったんですけど最後に必ず祈ろうって言うんですね終わるときでも帰るときでもで、まあ、時間があれば一人ずつ祈る時間がなかったら何か祈るんですけどで祈りますと最後に人最後の祈り終わってあめんって言ったらすぐ大きい声にです、ね、ちょっと大,阪大阪弁のアクセントで「主の祈り」って言って言うんですね「<laughs> ねね本当にね主の祈り」って覚えてるんですね小さい声言ってあて、のー、その時だけ大きな声で。 主の祈りって言うんですねそしたらみんなが天にましますって言い出すんですねそれがもういつものことでしたでだから今回も仮装式も全部あって仮装してそして骨をひよったあとに最後に一番最後に知ったんですねあの母が言ってたように言いますので一緒に乗りましょうって言って「主の祈り」って言ってそしてみんなで緒の祈り祈ったんですねでこの祈りはですね本当にその中身がとってもいいんで心を込めて意味を理解して中心を込めて毎日乗ると この祈りを祈るだけである祝福を受けることができますできればこの祈りを時間をかけて一つ一つを祈っていくとさらにその祝福が深まりますだから今日からちょっと何週間かねこの学びをしたいんですけどもま以前にもしたことがありますが最初に父よ皆ががめられますようにみくりが来ますように今日はこれを学びたいと思いますけども父よアバって言ったんですねアバ父よってことですねでいつも言いますが旧市でお父さんに対する親しく呼ぶのはもう普通にお父さんなんですかね 今の若い世代はお父とかおっ母とてうみたいですけどもあの大阪だとお父ちゃんお母さんお母ちゃんというのが言うんですけどもちょっと前の世代はパパママとか言ってましたよね確かねだからいろいろあるんですけどもこれは親しみを込めた呼び方この父親って「アバ」天の地の神様って感じじゃなくて本当に「アバ」って「お父さん」っていう親しみを込めた呼び方なんですねで祈りは神との生きた交わりですから本当に神様に その遠い存在というんじゃなくて親しい存在として呼びかけていただきたいんですね。で、本当のお父さんがすごくしがって親しかった人もいるし、本当のお父さんが非常に残念だけどちょっと距離感があった人もいるし、本当のお父さんがすごく関係がよかった人もいるし、残念だけど悪かった人もいるでしょうが、天の父なる神様はあなたの味方です。あなたを本当に愛しておられます。あなたが忘れても、父の神はあなたを忘れません。この方と本当に来てまいじわしてほしいんですね。私の父は怖かった ね、父はあなたは怖かったって感じですよねで前も言ったけど目,目と目があって「まこと!」って怒られた瞬間体が動かなくなりましてでもう叩かれる前に泣いておりましたそれぐらい怖かった幼い頃ね小さい頃ねあるところから本当に変わりましたは父は性のバブテスのこともあるんでしょうけど本当に変わったんですねだから後年はですねハゲてる頭をポンとなでながら「お父さん」とか言うことができなかなったこれは私にとって奇跡ですねありえなかっただから あのいろんな関係があると思うんですけども「父なる神様」は本当にあなたを愛しておりそうでこの方にと、ね、お父さんってこう本当にこう親しく交わってほしいまず覚えけてねそして「皆があがめられますように」ってこれ「皆」ってのは名前ですねだから「父なる神」の名前あるいは三密体だから「エス様」の名前精霊様の名前があがめられますようにあがめられるってのはこう褒めたたえられるようにいうことですねあ高くされるってことは「素晴らしいな」って言われるように名前ってのはね 実質なんです本質だからこれはイスラエルでは名前は本質実質と意味するんですだから聖書を見てたらねあのク,クリスマーガで前いた「苦しみの子」とかとんでもない名前をつくれてますから子供いい迷惑ですけどね <laughs> あの名前で実質なんで,すで私はね人の言うこと言いたら私は誠っていう名前ですね、えっと、真実の真真理の真写真の真とも言いますけどねそれなんですけども私はずっとヨハネの14章の私が道であり真理であり命ですという言葉かと思ってたら違うんですよね私の名前は、えっと 祈る牧師がつけてくださったね教会に祈る牧師がいたんですけども何か言ってそのすごく祈る牧師がつけてくれた名前で「まこと」ってつけたのは手テ書から、えーえっと、私たちは不真実であっても彼は常に真実である彼ってのは三味っていうのは神様ねイエス様でもいいしチの神でもいいけどからついた私この名前すごい好きなんです私の人生まさにこの名前が現れてるどうしようもなく私は不真実だけど <laughs> にもかかわらず神の真実が現れてる 本当に名前の通りだなって私は自分個人的に思ってるんですけど大好きな名前なんですね神の真実があるね。名前って実質あるんです。でここでなる言いたいことは知なる神様を見なかったその実質名前が名前いっぱいあるんです神様は。例えばオールマイティ全能なる神ってでしょ神は全能で不可能は一つもないんです。何にも絡んでも不可能でゃない神は何でもできるその皆が埋められるというのは本当に神様ってその素晴らしい。 神様は何でもできなら本当にありがとうございます神様あなたは何でもできますますとこう」すごいあがめられるで神様は愛なんです一人ごエスてもあてがさるほどに愛でアガペーねもう私たちがどうだろうと愛してくださる私が自分を嫌いになっても自分なんか消してしまいたいと思ってもその消そうとするあなたを神様は書いてくださる <laughs>、ね、もうもうどんどこうと思ったらそのもっと下に神の手があってそこから引き上げてくださる それぐらい愛してくださってる神様の愛その愛に感動して、ね、触れられるとね本当に神を愛してくださってる愛神様が素晴らしいってこう、ね、神様の賛美したくなるあれは聖なる方ホーリー、えー、ヘブロ語で可動っていうんですけどねホーリー聖の反対は汚れじゃないんです聖の反対は毒なんです世毒の毒聖なる方っていたら生けるまことの神しか使わないんで他の宗教の神々はダメですこの方だけです聖なるホーリー可動っていうのはね それに対する反対は毒なんです毒、我々は毒なるものなんですね。で、このホーリーですねで、これもね、本当にこの神の教唆に預かったらね、言葉にならない、もうこの教はあなたは聖なる方ってこう、なるんですね。で、あのいつも話しますね私の父がね、生まれて初めて教会に行ったときによく分からんかったけど、なんか本当に教唆を感じたって、それから行くようになったと、ね、言いましたよね。で、このときですねそうなんですで、聖なる神を感じる罪がわかるんですよ。 罪が分かると十字架が分かるんです。で十字架が分かると神の愛そ底しなさが分かるのです。ね、これそういうことですね。で、それが、あので他にもいっぱいあるんでしょでちょっと今日はパーっと皆を言いますね。全部なんて言いませんから、ほんの一部ですけど。それほんの一部だけど、それを頭で知るんじゃなくて、皆さんね、皆さんの自分の人生で体験してほしい。えっと、キリスト教は、見言葉を体験する、宗教って言い方したくないけど、見言葉を体験するのが、 醍醐味です聖書に書いてあることを理解することはとっても必要ですけどそれを体験するんですねで今からさっと見言葉でね「エス様はどういう方か」をほんの一部ねもうたくさんあるけどほんの一部追いかけますけどねで先に言っておきますで三国が来ますようにっていうのは三国ってっ天国神の国ですけどそれが来るようにってことはそれがここに現れるようにつまり神の支配が現れるようにでさっき言った例えば天皇のある神様を褒めたいただいたのに 神の善能が現れるように何にも不可能がない神が現実にここに現れてくださるようにで神様愛のある方っていうのを崇めた時はその神の愛子ここに現れてくださるように本当に愛なんだなってことをここに表してくださるようにでそれがね一番具体的に現れるのはね礼拝なんです礼拝の時にそれは出てくるだからよく礼拝の中で初めて教会に来た人でも聞いたこともない賛美初めて聞く賛美のようにそのただの中で神に振られて涙が出たり神が ここれれれいと分分かかっったり分かっちゃゃうんんんんでででですすすすよよよねねは頭じなななそ一番ねあの長崎で今昔何度も言いました桑岡さんがねあの初めて来てね最初ねパッて前に座ったんだけどハッて気が付いたらね2番目の街道でねあの銀行だったところを借りたかったから金庫があってね何もなくて長崎とは教会とカトリックのイメージがあるからねステンドグラスのすてきなのがあったのにあまりにも殺風景でね思わずも。 あの入り口はあるかってこう心配したそうですけども賛美が始まってしまったらここに神がいるってはっきり分かったんですね涙が止まらなくなったっていうねかかわさんだけじゃないんですよいっぱい他にもいますけどそれがなかったら神様の御臨在が現れるつまり御国が来たんです神の視界が現れたでそれを祈ってつまり祈る時に本当に神の皆が埋められ御国が来るように神様のその本質が現れてくるようにそれは例えば具体的に言ってほしいんですね愛が現れる 禅さがれ,れる今言ったら全能られ,れる、他にもある、それを今日、ぱっぱぱっと追いかけて見ていきたいというふうに思います。さ、えっと、ね、っていきますね。創世紀22章、こちらで言いますから、創世紀22章14章出てくると思いますね。出ますかね。はい、大きく出してください。大きくっていうのはそのそうそうそう、白いところ上げ、はいそうしてアブラハムはその場所をアドナイイルへと名付けた。今日しても、主の山の上には備えがあると言い伝えられている。このアドナイルへ、これアドナイというのは主のことです。 ヤーベと見ますヤーベイルエアドナイルエってですね、その山の上に備えがある、神は何でも備えてくださるということですね。これ、アブラハムがイサクを下げたときに、神様は、いやもういい、私は備えるって、羊を備えてくださるたところなんですね。で、神様はあなたのために、最善のものを備えられます。ものだけじゃありません。最善の道を備えられます。最善の場所を備えられます。職場であっても、学校であっても、あるいは家庭であっても、伴侶であっても、人生の道であっても、必ず神様はあなたは神に、 全面的に明け渡すとき、委ねるとき、最善のものをそえられます。神は備えてくださる方なんですね。これが一つですね。それからステージー、指定づびとき、指定ジびとき15章、どうしても口がぐにゃぐにゃってなりました、私ね、指定ジびとき15章、26節、はい、そして、おっられた、もしあなた方の神、主の御声に従たがい、主が正しいと、ああ、じがか、眼ありがとう、見られることを行い、またその命令に耳を傾け、 そのをことごとく守るなら私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの目に下さないこのあと私は主あなたを癒すものであるアドナイ・ラファーっていますで主は癒してくださることこれはもちろんここでは健康のことを言ってますけど体のね神様の癒しというのは体だけじゃなくて心に及ぶ精神に及ぶそしてね神様は私の,人生この癒すというのは回復するという意味なんですね新訳では十字架によって回復してくださるんです 取り戻してください多くの人が自分を見失っています。自分のことは自分を知っているってそんなことはありません。全然知ってません。あなたのことを知っているのは神様で,エス様です。そのエス様があなたの本来の神が使えた良きものをもあの与えてください。例えばペテロはエス様になっていきなりあなたの名をペテロと呼ぶと言われた。で、いわ、いわ、いわって言われた。いわれたって感じですけど、言い続けられた。彼は本当にペテロになったんです。でももともとはシモンで揺れる足だった。 ヨハネの二十四章でもう一遍再建者の時にもう一遍指紋というけどもうそれしたら説教になるからちょっとやりますけどその時までずっとペドロで,であの時もあえてそう言って癒してそれでもう一遍ペドロなんですよ神の言ってくださる名前があなたの本質です神があなたの一番知ってる、ね、で神はその癒してくださるんだけど体だけじゃない心だけじゃない人生を癒してくださり家庭を癒してくださるんですこれが主ですねこれをね知っててください回復しくださる神、ね、それから 同じステージ武器17章15節書き出していきますよ。モースは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼んだ。これはね、あまり戦ったとき、モースが手を挙げて、ヨシアが戦って、ヨシアが勝った時分かりますよね。分からない人、後でちょっと聞きに来てください。ね、つまり、神が戦ってくださるって意味です。どんな戦いだっても神が戦ってくださって、必ず勝利をするよって意味ですね。これはアドナイニシというのは、我が右の旗っていう意味で、勝利の旗っていう意味です。でつまり、侵略的に言うと、 神様、エス様は、エス様が戦って、神が戦ってくださって、必ず勝利が与えられる、しかも圧倒的な勝利が与えられるということです。どんな戦いであっても、これがね、あの神様の、だから、ああ、師匠、あなたは勝利者匠、私も勝利者でのあなたはここに現れてください、私の人生にあふれてくださいってことですね、皆が埋められますように、三国が来ますうそういうことで具体的に言えばね。でそして次が、四季六章二十四節、ありがとう。 それでギデオンはそこに死のために祭壇を築いてこれをアドナイ・シャロムと名付けたこれは開げてこれは今日今日までアビエデルのオフランに残っていると書いてありますけどもアドナイ・シャロムですねアドナイ・シャロムっていうのはこれはあのギデオンのところでギデオンは神様から勇士を私があんたを止めよって言っていく時に印を求めて神がアドナイ・シャロム私が止めるから大丈夫だよって言ったんですよあのあとねたった300人で戦って勝つでしょあれね簡単に言ってますけどね 300人で15名に立ち向かってくるすごい勇気でしょあれ神が共にいるアドナイ・シャロムを持ってたんですよ神が共にいるあ単なる批判じゃない神が共にいるから大丈夫っていう批判アドナイ・シャロム神共にいます皆さん神様ってね共にいてくれるんです神の方があなたを見捨てることは絶対ありませんさっきも言いましたけど時々人は見捨てますね悲しいけど見捨てられたことはありませんかまた逆に本当に悲しいけど人を見捨ててしまったこと もうちょっときつい言葉でしょうか裏切られたり裏切ったことありませんか人間って悲しいけどそういうことありますねもって言えば自分で自分を見かけたことありませんかもう私なんか嫌だってねもう神様知らなかったら自殺したのにと思ったことありませんか <laughs> そういうことで自分があのところがねそのどうしようもない自分を神様は本当に愛してくださってそのあなたを共にいるの絶対捨てないんですねちょっと話がずれますけど大事だからね えっと、イエス様はこの後出てきますけど神の愛っていうのは神様は罪があるから人は死ぬんです病気で死ぬんじゃありません罪があるから必ず死ぬんですすべての人は死ぬんですこの肉体は口ちいるんですところが S 様は罪がなかったから死ななくてよかったんです死とは関係なかったんです何の関係もなかったんですイエス様はそのまま引き上げられるのがあったんですところが私たちを愛するあまり父なる神の命令の中で本当に愛してくださって全部罪を引き受けて 罪の結果来る病気も呪いも裁きも憎しみもかも全部引き受けて全部罪を引き受けて代わりに死んでくださった。でまさに地獄に落とされた。我々は肉体は死にますけど霊は生きますからね永遠の天に行きますし本来の体復活の体をもらいますからねでもエ様はあそこで本当に死んで読みに下ったんですね。なぜ読みに下ったら大事かと,と私はどんなに落ち込んでも地獄みたいと思うかもしれませんがここは地獄じゃありません。どんなに地獄に思っても地獄じゃありません。 でもイエス様は本当に自分に行ったんです。ということは、どんなに私がこの事行で最悪になっても、もっと下にイエス様がいて、そこから言うんですね、大丈夫だぞって、俺がお前を愛してんだぞって、もうちょっとよ,気よく言いましょうか、あなたを愛してるわよって、<laughs> そして復活された主がその読みから復活して、最悪にいるあなたをしっかり受け止めて、引き上げるんです。これがキリストの十字架と復活のないです。 絶対にしてないんです。ですから。だから、アドナイシャロなで、その絶対に一緒にいてくださる主がいることを義殿は知ったんだって、恐れてあ、あの、麦踏んでたのに、その主を知ったから、たった300人で15万人向かってった、15万だったっけ、っ間違ってごめんなさい、立ち向かっていけた。なぜかというと、主が共に行くことを知ったから、そのアドナイス、その主が共にいるって平安です。主が共にいるってことから来る。 安心平安,平安っていうと,ちょっとなんか仏教的なんですけど本当に神が止めるから大丈夫っていうこれ,です、ね、これがあるこれが神ですねそれから、えっと、エレミア書に行きます23章6節、はいありがとうその日ユダは救われイスラエルは安かに住むその名はの名主は私の正義と呼ばれよう主は正義な,の義なる方正しい方なんです大ちゃさんですと言いますけど「義なる方」 で私たちはどこまで行ってもで結構ね、私は正しいと思ってる方いらっしゃいますけども、正義ってね、人間の正義ほど困ることはないんです。そのあなたの正義がどれほどのことを痛みつけてるか、<laughs> ね、人の意義はね、神の意義を全うしません、聖書にはっきり書いてある、正しいって主張するときに、多くの場合問題が起こる、でも神だけは正しいって言えたんですよ、イエス様も神様も全く義なる方、正しい方、一点の間違いもない、完全に義正しい方義なる方。 これね、ところがあの私は不意義なんですいっぱいある間違いがあるんですねでもエス様は神様は義なる方なで,すでその「あなたの義ャラはおります」とですねでちょっとまた脱線しますけどねごめんなさい聖書の話だしとたまらなくなる、ね、<laughs> 主は義なる方でしょで十字架死んだでしょ我々どうしようもない罪人でしょうしいうなずいてくれる人いると嬉しいな <laughs> どうしようもない罪人でしょ,でしょそ,そこまで罪人じゃないと思ってるからどうぞ頑張って。 まだ本気であなた自分見てないでしょ誰かが痛めても本気で見つめてないでしょ適当に生きてるでしょ本気で生きてごらんなさいどんなに自分が罪深いか分かりますからあの人との比較じゃないですよ私が言ってることは人との比較じゃないですよ72億人いたら1番目から72億人までありますからね早口だ1番目から72億人までありますからね一番人72億目で相当下がるでしょうでも神の教諭の前に出たら十字架の前に出たらそんなの一ミリもならない その強さを甘えたときに知ります。どうしようもない罪を。ところが、どうしようもない罪となのに、十字架を信じたら、この強さ,さに預かれるんです。そして、清いものとされたんです、ねえー。名前出していいですか <laughs>、ね、えっ、ー、ちさん。<laughs> ね、わ、形勢のある方ですねと何をおっしゃいますあなたこそってことですよね。わかります どうしようもない罪人なのに聖なるものとされてるんですね。キリストの義が来るからです。義なるものとされてるんですね。キリストの義が来るからです。これね、皆さんね、あんまりさらっと考えてますけどね、どっかでね、ちょっとね、時間を取って持ってほしいんですね。一度も罪を犯したことのないものとして、神から見てあげる義なるものとなったということが、どれほど大きな恵みか。これを本当に味わったら、今度ね、もっと大胆になります。義なるものとされたんだから、イエス様と同じ義とされたんだから、 もっと大胆に神の求めていいじゃないですか自分のためにもあの愛する人のためにも私なんかが祈ってもなんて絶対言えませんよ本気で十字架を信じてたらキリストの儀を持ってるんですから私はどうしましょうけどキリストの儀があるんだからキリストの儀があるんだからこの儀があるからこの儀が,があるから神様聞いてくださいって祈っていいんですよ聖書から言ったらそうですよねこのねこう義とされるだから本当に神は儀なるからその次が ねえっと、第一ペトロ、新約に行きます、一章十六節。何度もこれ言ってますけど、これはあの聖なる方、第一ペトロ一章十六節。はい、ありがとう。それは私が聖であるから、あなた方とも聖だけの前な,ないと、と、なと、と、書いてあるからです。ありがとう。これ、レビキなんです。他にも旧約聖書にも聖っていっぱい出てくるけど、神はホーリーなんです。ヘブル語で可動詞ていんです。この聖なる方っていうのはね、神以外には適用できません。可動詞なんですね。 私、チャーチョンドヤに行ってね,こうね、四隅でよくこう賛美をするんですけども、プレイヤーチャペルで、その時ね、出てきたのかあ、あなたは聖なる方、黙、ね、示録にある、えっと、聖なる聖なる聖なる番組の主っていうのはね、あと、イダヤ書にある聖なるかな聖なるかなって、あれをね、心からこうやってね、こう言ってるとね、すごい主の臨在が来るんですよねで、本当に神は聖なる方なんですねで、聖なる方の反対語はさっきも言ったけど、毒なんです、汚れていはないんです、毒なるものなんです。 知も傷も,知ってもないこれもさっき言いましたけど十字架を信じるとこの清さに預かる私たちは義なる聖なるものなんですよだから生徒って生徒はスチューデンじゃなくてね聖人ねあの聖書の「聖」と書いて「と」と書いて「生徒」クリスチャンは生徒なんですでお互いね聖なるものなんですねあんまきょとんとしてますね <laughs> これあのすごいことですよ聖なるものされてるってことは お互いに義になるものであり聖なる、あのお互いね、自分もだけど相手も、これを知ってください、これはクリスチャンのすごさですね、で神様をおさかの時に、あなたは本当に聖なる方、義なる方、何でも備えてくださる方、不可能ない方、愛なる方ってこう、本当に神の唱えると、その通りだから、そう言うと、その告白に応えて、それが現れてくる、ああ、そのあなたの清さで支配してください、あなたの相手、ここを追ってください、支配してください、これは御国が来ますように、それが現れてくる、あなたの家庭にそれが現れるように、朝ごとになる。 教会にそれがあるうするとそれが現れてくるこれがねだから死の日ってすごいんですよで最後に「大腸藩の4章8節」これはもうご存知ですね「大腸藩の4章8節」えー「愛のないものに神は分か,かりません」「その後なぜなら神は愛だからです」「これアガペの愛です」でさっきも話しましたけど「イエス様は十字架に変わるほど愛した一男神は一人ご十字架につけるほど愛してくださって私たちをいいですか 本当に愛してくださったそのままででも本当に愛してからそのまま放っておかないんです本物の愛はそのまま放っておかないあの清めるっていうか立て上げるんですね自分で自分を諦めませんかもう私はどうしようもないからもう放っておいてくれよっていう時ありませんかあの投げ合いになっても勝手にさせてくれよってでも神様は、ね、ニコッとやってね諦めませんとか言ってです、ね、来るんですねそしてですね愛を持ってねその私をたどり扱ってくださるんです 愛って諦めないんですよ、はい、で完全になるのは天に帰った時です母も父も完全になりました、ね、山口さんもたくんもね小田さんも亜希、ね、さんもみんな完全になりましたすいませんみんな言ってた出になるから大変なのでちょっとあおうちぼくしですよすいません、ねねね、みんな完全になりました金太郎さんもね言い出したらきりがないからちょっとご覧でやりますけど天に行ったら完全になります 栄華されるって言いますねで新しい復活の体がもらいますが地上にいる限り私たちは完全にはなりません罪人だからでもその私たちをどんどん神に近づけてくださるんですね嬉しいですよ本当にで神様の方は諦めませんあなたは諦めないしあなたの愛する人のことを諦めません祈っても祈ってもうまく言わない時あもうダメだとかもういいやとかなりませんかでもね 精霊に身を傾けてください精霊をやれます大丈夫だよってさあ祈ろうって精霊は諦めませんなぜなら愛だからです、ね、それを知ってその方が神その神の皆をあがめるああ本当に後輩の方ですねってでそれを感動してそれを言うんですけどもおそらく今日わたわた日曜日ここに来てらっしゃる方はどこかでそれを体験したはずなんです神の愛あれは神の恵み今の辺り、まあ、いろんな神の素晴らしさをねそして 神様はだからそれを褒めたたいてほしいところは人生はいいことばかりじゃない時として悲しみに落ち込んだり痛みに落ち込む時になんかどうして神様がいいと思えなくなったりする時があるでもその時に逆にそれでも神様あなたは愛の方ですって神の皆をあがめるとあなたは愛の方ですよねってこう褒めたたえると愛が注がれてくるんです面白いけどね 苦しみの中でこそ褒めたたえるとねすごく深い強い臨在が来るんです痛みの中でこそ神を賛美するとね神様をあがめるとね逆にすごい力がそえてくるんですそれだけの人だけにおいて周りにまでそれを呼ぶんですこれはね是非ねあの覚えてほしいとんですね最後に一つ赤かしをして終わりますが以前よくね明しをしたんですがジャック・エホードねもう引退されましたけどチャーチオンダイヤのジャック・エホードはえまだ召されてないよねえ召されたっけ すみません召され、召されましたけど、召されてないんだね、奥さんが召された、すみません、あのジャック・ヨードさん、申し訳ありませんでした、<laughs> ね、あの奥さんが召されたけど、ジャ,ジャック・ヨードが、ま、もう引退されたと思います、もうね、次の子供の世代がやってるんですけどもあの、彼がまだ若かった頃に、プレア・チャペルでね、一番最初できたその今の教会に来て、毎日、彼は神様をあがめてあれ愛したんですね、街道でね、毎日毎日やったんですね。 人がいないときにね、もう手を叩いて、褒め叩いて、神様をね、あらゆる子をね、でやってたでやっぱアメリカに帰っていいですね、土曜日にね、冬の寒い日、土曜日に来てね、土曜日からヒーターをつけるんですって、いっぺんしてみたいね、私、逆ですよね、時間があったら、切るのはいつもやってます、一生懸命ね、<laughs> 早くね、土曜日から来てつけるようになりたいですけど、つけたで、つけようと思って、いつもの土曜日来たら、まだヒーターつけてない、寒いはずなのに、なんか、膜が満ちていて、雲が覆ってるんですって。 その瞬間分かったって、目測になるんだけど、これ、神の臨在だと思って、でね、しばらく経って消えたけど、すごい臨在があったんですって、そして、それ、土曜日ね、その次の日曜日、何にもやってたんですよ、電動会社で候補したわけじゃないのに、いきなり会収が2倍になったんです、それから毎週人はどんどん増えていったんですね、神の臨在が来たんですね、本当にそこに神がいるっていうのは、人々が寄せ集めてきたんですね。 起こったんです本当にそれで社長がぐんぐん大きくなってきましたよね人々は神のところに引き寄せられてきたあの神の臨在があられるとね人って引き寄せられるんです頑張らなくても聖書の神様本当の神様が笑われると人は頭じゃない霊的存在だからその霊が分かるこの方に触れたら人は捉えられてくるん、ね、そうねる。いませ、ね 吐きたい時,に時には痛い時は苦しくもあるでしょうけどねその時にこそお願いしてくださいその賛美を通して神を表してくださって、ね、それが表れていきます、ね、でその話をしたらその話を聞いた時に今福岡にいらっしゃいますある牧師の方が、えっと、当時ね牧師じゃなくてまだクリスチャンなんて間もなかったのその話を聞いて彼女はねある大きな障子会社の総務課にいたある大きな障子会社の総務課というのはもう 一,一緒のバリバリリですねでそこで結構やり手だったんですが職場がいろいろちょっともなんか問題があったっていうところがあるなちょっと大変だったそれ <laughs> で彼女は1時間以上早く行ってまず個室に行ってえんけどそこで徹底的に死を褒めて大事3秒したああ神様どうすかいって、ね、こう言ってでそれで次その総務課の,その総務の部屋に行って大きい部屋に行って人が来る前だからパパッとこう掃除しながらね何で早く来た時と掃除しないと思から掃除してねそしてもう徹底的にやったんですね もう神を褒めた,た,いた「ああたわいの方」とかね、まあ「あなたは素晴らしい」とかね「あなたはこ,こに会い」とかそこをこう徹底やったんですっ一1週間したら雰囲気がかかってきてひとした時にある先輩の方が言ってきたな、ね、その人の名前言ってね,さんてね「なんかあなたいつもなんかあなたと言うとほっとしてなん,かなんかあなたと言うといいんだけどどうしようかな今度日曜日一緒にご飯でも食べないって言われ休みの日にね。 休み日になんかちょっと話をした,りただから彼女が、ね「いやすいませんちょっと日曜日は行くとこがあるんで明日をじゃあ次の日曜日はどう?」って言ったら、ね「いや毎週ちょっと日曜日行くとこあるんでどこ行ってるの?」って言から「え教会です」って言ったら「へい私も連れてるって言から「いや私長崎まで行ってるんですけど」って言ったら「へえ長崎まで行ってるのいいわよ私もかもめに乗る」とかって言って、ね、その人実はバイクで来てたんですけど <laughs> あのかっこいいのに乗ってねところがその時はかもめに乗ってあのね知ってますやっぱりね企業戦士で働いてるとね 日曜日はゆっくり休みたいんです。その日曜日の朝早くから起きて、長崎の朝の礼拝に間に合うように起きて、お金かけてカモメ乗ってわざわざ来るっていうのは相当なもんです。来たんですよ。来て救われちゃったんですよ。はっきりボンゲしました。ただ旦那ごとにちょっと教会がね当時あれだったので、ね、繋がれなかったんであれだったんですけど、何回か来ましたわざわざ長崎までね,でね。これ何かってね賛美と礼拝なんです。本当に神をいただいた。 向こうから声が出てきて道をうがてきちゃったんですでね。皆ね神を褒めたえるとそこに、ね、主が現れてくださるんですおうちでやってますか主の祈り、えっと、父を皆が崇められますようにってあなたの愛があらふれてきますようにあなたの恐怖を荒らしてくださいあなたの許しの力を荒らしてください あなたのあれみを表してくださいってこう本当にしてて溢れることあるでしょ今日は今日はパパッてやりましたけどそれ以外にものいくらでもあるその神様の名を崇めてあなたは本当に素晴らしかったそれを表してくださいその腰を表してくださいって言いますとそれが家庭に教会に職場にあなたの書いた場所に現れてくるそれがこの世に始まるそしてそのあは続くこれはまた来週ってことになりますけど、ね、でここだけでもね今言った分だけでももう神の働きが始まりますからぜひ 皆さんね、朝ごとに夜ごとに主の祈りを心を込めてやってくださいそして時間がある時は具体的に寄ってください主の祈りをその時に神の破体が起こります求めをしていいんですよどんて大胆でも求める前にあなたは答えてくださる方あなたに不可能ない方本当にあなたは素晴らしい方どうぞその腰を洗らせしてくださいところでチョコレートくださいってこう,こういうふうに言うとですね分かりますかまずそれを言ってから具体的に求めてみてほしい本当に変わりますから された方は体験します。本当に変わりますから。それをね、ぜひね、あの覚えておきいと思います。お祈りします天の父様。御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で具体的に生きて働ける神様ですで。そのほんの一部皆を紹介しましたけど、あなたの皆は聖書に溢れるほどでありますが、その皆を心から崇めて、そしてその御国神様のご支配が今置かれている場所にこの地上に現れて、そして本当にあなたの栄えがあなたの愛が恵みが 溢れて人々が本当に祝福を受けることができるように私たちがその恵みの中に生きることができるようにどうでも導いていってくださいお祈りをしたいと思いますが罪があると祈りが聞かれませんのでまず悔いでもしましょう主は言われました何をしてほしいのですか今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください 様一人一人のこの叫びと願いに応えて癒しを与え解放を与えてください。何とかしようということから神様の皆を褒めたたえ神に明け渡しなさいそして徹底して神様を賛美し喜びなさい歌をもって褒めたたえ告白をもって褒めたたえなさいその時あなたが今まで気づかなかったことが頭ではなくて霊に開かれていきますそれはあなたの人生にとってなんか新しい道が示されてくると知られます。 あなたにはまだ生きなければならない使命がある私はその使命をあなたにこれから開くとしやりますひだの痛みを取ってくださいイエス様になってひだの痛みを消えてなくなれ恐れをイエス様になってその人の力恐れを出て行けあなたは信仰を持って一歩踏み出しました私はそれをとても喜んでいますあなたの踏み出した一歩を通して私は上からの力を与え 助けを与えていこうあなたは自分でもるほど神の大きな恵みと力と助けを受けるでしょうあなたは新しくなった年をされます今今です今すごい心の見逃しがある人がいますその人にある方は電話ある方は手紙ある方はメールでしょうか LINE でしょうか,かその人に神様が一歩踏み出すように言っておられます方法は神に聞な私に聞きなさい私は語ろう そのことを通してこの相手の方がすごく癒しを受け祝福を受け祝福を受けの同時にあなた自身も祝福を受ける年を抑えます感謝しますありがとうございますイエス様をによってお祈りいたしますアメンどうぞお立ちくださいハレルヤを賛美しますハレルヤハレル 競技子犬が開けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛。聖霊の親しまじわりが、私たち一人一人とともに、一同とともに。今後の地元越山でも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。えっと、お知らせをよろしくお願いいたします。